皆さん、こんにちは。バレーボール選手として活躍している古賀紗理那さん。V リーグディビジョン1ウーマン最高殊勲選手賞、サーブ賞、ベスト6を記録するなど、その実力は本物です。そんな古賀さんですが、2022年の大晦日、特大ニュースを発表しました。男子バレー日本代表オポジットの西田有志さんとの結婚を発表したのです。今回は古賀さんと西田さんの馴れ初めや子供のこと、匂わせなどについて調査してきましたのでお伝えいたします。まずは古賀さんのプロフィールを見てみましょう。古賀紗理那さんは1996年5月21日生まれの26歳、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。身長は180センチメートル、血液型は B 型です。バレーボールを始めたきっかけは、小学2年生の時、母とアタックナンバーワンの影響を受けたことでした。小学2年生当時は、地元のバレーボール教室でバレーをしていましたが、強豪チームと対戦したことをきっかけに、自らの意思で強豪チームへ移籍。小学5、6年生の時には、全日本バレーボール小学生大会へ出場しました。中学は地元の大津町立大津中学校に進学。2011年8月、3年生の時に出場した全日本中学校バレーボール選手権大会で3位入賞。古賀さんも優秀選手選出します。同年12月に開催された JOC ジュニアオリンピックカップでは、 JOC、JVA カップとオリンピック有望選手に選出されました。この時にはすでに古賀さんの名前は全国区に広がっていたそうです。中学時代の実績から、当然全国の強豪校から声がかかったものの、実子が通っていたバレーボールの強豪、熊本親愛女学院高校に進学。キャプテンを務めました。高校1年生の時、第9回アジアユース選手権の代表メンバーに選出。春の高校バレー2013では、同学ベスト4進出に大きく貢献し、優秀選手賞を受賞。このように中学、高校と順調に実績を伸ばし、2015年1月23日、NEC レッドロケッツへの入団内定が発表されます。2015-16Vプレミアリーグにおける最優秀新人賞を受賞したほか、2020-21Vリーグディビジョン1ウーマンの個人賞など様々な受賞を記録。そして2022年12月31日、J-TECとスティングス所属の西田有志さんとの結婚を報告しました。お二人の馴れ初めは、2019年のバレーボールのイベント共演でした。そこで交流を深め、2020年1月には交際をしていた可能性が高いと言われています。翌年の夏頃には、二人の交際を怪しむファンの声も。当時の SNS では、二人が付き合っているのではないか、という内容を書き込む方も結構いたそうです。古賀さんも西田さんも共に、バレーボールの日本代表ですので、もともと共通点はいろいろとあったはず。そんな二人が共演をする機会があれば、いつ恋愛関係に発展してもおかしくありませんよね。実際、西田さんの好きなタイプは、古賀さんにかなり当てはまっていました。西田さん曰く、好きな女性のタイプは、バレー選手という特殊な職業に理解のある女性。年上、高身長、ショートヘア、可愛い系の顔。まさしく、古賀さんです。もはや、古賀さんのことを言っているのではないかというくらい、見事に条件が当てはまっています。西田さんにとって、古賀さんと出会ったのはもはや運命。お二人の結婚は必然的だったとも言えるでしょう。こうして結婚まで至ったお二人ですが、実は匂わせもありました。まずはインスタの裏アカウントで相互フォロー、公式アカウントでもお互いにフォローをし合っているのですが、裏アカウントでもつながっていたのです。この裏アカウントは一般に向けてのものではなく、友達限定のもの。そっちでも相互フォローとなっていたことから、二人が相当親密な関係にあったことがわかります。また元女子バレーボール選手の佐藤美也さんがインスタで古賀さんと西田さんに意味深な返信もしていました。佐藤さんは
2021年9月26日、バレーボール日本男子代表の藤井直伸と結婚しています。インスタで結婚を発表した際、古賀さんと西田さんは、おめでとうございます。と、佐藤さんと藤井さんの結婚を祝福するコメントを入れました。すると、それに対し佐藤さんが返信。そのコメントが意味深だったのです。待ってるね。待ってるよ。自身の結婚を祝福してもらったコメントに対する返信が、待ってるって普通に考えたらおかしいですよね。一見会話として成立していない印象を受けます。古賀さんと西田さんが結婚した今、これはこの時すでに佐藤さんが二人が交際をしていることを知っていて、二人の結婚報告も待ってるという意味だったのだと思います。本人たちの匂わせではありませんでしたが、なかなか大胆な匂わせだったのではないでしょうか。一方、本人たちもインスタで匂わせていました。先ほど古賀さんと西田さんが裏アカウントでもつながっていたことをお伝えいたしましたが、お二人はお互いの投稿にたくさんいいねを押していたのです。しかも西田さんは古賀さんの投稿にだけいいねをしていたことも、西田さんにとって古賀さんがいかに大切な存在だったかわかりますね。インスタ内では古賀さんがストーリーで、つるちゃんまたゴリラ見に行こうねと投稿していたことも、ゴリラというのは西田さんのあだ名です。つまり古賀さんは定期的に西田さんが出場する試合を友達と一緒に見に行っていたのでしょう。さらにインスタに投稿されていた写真からお揃いのブレスレットをつけていたことも分かりました。二人が身につけていたのはアドエルムというブランドでスリムタイプの同じブレスレットです。同じアクセサリーをつけているというのは匂わせでは定番。これを見つけた方からは当然二人が熱愛関係にあるのではと推測。一気に二人の熱愛疑惑は加速することとなりました。このように順調にゴールインを迎えたと思われる古賀さんと西田さんですが、実は古賀さんには以前すでに結婚をしているのではないかという説もありました。一つ目はインスタに投稿した写真。ある時古賀さんは子供と一緒に写っている写真をインスタに投稿しました。その子供が古賀さんとよく似ていると話題となったのです。実際その投稿のコメント欄には似てるというコメントが多数。このことから古賀さんは結婚して子供がいるのではという噂が広まったのです。二つ目は石川祐希選手との熱愛説。石川選手は好きな女性のタイプをお嬢様と語っており、タレントのノンさんがタイプだと発言。古賀さんがノンさんと似ているということから二人の交際が噂されたようです。石川選手もバレーボール選手ですので会う機会が多いということも噂となった一因でしょう。また古賀さんはある男性とのツーショット写真が公開されたこともありました。そこに写っていた男性は古賀さんよりもだいぶ年上でしたが、古賀さんは以前好きなタイプがダウンタウンの松本人志さんと語っており、大人な男性がお好きとのこと。西田さんは古賀さんより3歳年下ですが、古賀さんが年上の男性も好きだとしたら、この年上男性との熱愛があったとしてもおかしくなかったかもしれませんね。ちなみにそこに写っていたのは元バレーボール全日本男子監督の寺回太さんでした。古賀さんの好きなタイプが松本人志さんであることは事実と思われますが、寺回監督との熱愛はなかったと見て良さそうですね。以上、今回はバレーボール選手古賀紗理那さんの結婚や馴れ初め、匂わせ、子供がいる説についてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。